どうも。こんばんは。やっほー。こんばんは。よいしょ。どうも。どうも。そう、ビレバンから帰りました。ビレバンから帰ったっていうか幕張新都心のイベントから帰ってきました。今日はハーフツインなんてしちゃってどうしたのかしらね。珍しいねなんかギリギリに発表されて、そう発表されたじゃないですか、まあ3日前ぐらいにそう発表されたから、でせっかくそれでも来てくださってる方になんかレアな髪型しようって思ったから、そうからハーフツインにしました。そうなんかね、雨の中みんなはちょっと雨、うん、お足元の悪い中来てくださってありがとうございました。本当にありがとうございます。来てくれてありがとう。なんかほんまになんか何人来てくれるんだろうってめっちゃ思って、そうそうで、そうでもすごい私のファンの方がめっちゃパンダ持ってくれとったりして、そう嬉しかった。あーこんなにこんな3日前に発表してもパンダを持ってみんなで来てくれるんやって思って嬉しかったです。パンダだけじゃないけど、そう来てくれて嬉しかった。ありがとうございます。パンダの封筒買ってきた、嬉しい、売れパンダそうね、野球はちょっと延長中ですね。そうそれで今日のイベントは、まあ、結構ねプレゼントが多かったイベントかなって思いますね。はい、みんなにプレゼントするっていう企画。そうなんかしかもすごいなんか待たせちゃったみたいで、そうなんかうちらはもうそうなんかスタッフさんと大丈夫かねってずっと言ってたんですけどね、なんでだろう、あれかな、なんか入場が大変だったのかな、わかんないんですけど、それでちょっとねめっちゃ1時間ぐらい、本当に1時間弱食べ待たせちゃったみたいでね、ごめんね。最初らへんに並んでくださってた方多分めっちゃ待ったよね。レジが1個しかなくてですね、てんてんてん、大変申し訳ございません。そっか、そうだけなんかうちらも到着そんなギリギリやった、ね、結構早、やばい、めっちゃ渋滞しとってあれだったんですけど、で急いで準備したらあれみたいな余裕やった。そう入場はスムーズだったけど物販が長引いたんだね。そっか、ごめんね待たせちゃって、ありがとうちゃんと待ってくれててそうでなんか待つのも楽しいよって優しいかよ見えたよはい、でなんかトークみたいな、なんかね結構フリートークしてくださいみたいな感じだった、どっちかといったら。でもなんかマイクが全員分あるって聞いてたんですけどなくってあ行ってみたあれみたいな、2人で1本だってなって、そうでなんか
案外一応なんか喋るみたいになったから結構持ってたけど、でもやっぱ仕切んなきゃいけないけどマイクない時もあるって感じでそうやっぱアントサナのマイク音量ちっちゃかったよね。なんかアンラもずっとなんかちっちゃくないみたいな二人で言ってなんか、うん、こうやってやりよったんやけど、なんかねやっぱアンラのちっちゃくって、そうでなんか返しが全然多分なくってメンバーの声もう何言ってるか聞こえなくってそうな端と端とかだったらなんかもう何言ってんだろうみたいな、そう分かんなくて、そうそうそう、だからもうたまに普通に地声で喋ってるからね。そうファンの方も聞こえづらかったのかな、ファンの方には聞こえてるんだと思ってたんですけど、そうなんかうちらへの返しが全然なかったから、そうイケそうめっちゃ地声で普通に喋っとったと、たまに正直なんかメンバーが喋ってるのもなんかメンバーの生声ぐらいしかあんま聞こえんくて、そうだからちょっとね聞こえづらいトークだったかもしれなくて、そうすごい申し訳なかったんですけど、うん、そう前の方の方は聞こえたかもしれないんですけど、そう後ろの方の方はねちょっとごめんね、せっかく来てくれたのに。千葉城でも聞こえた？いちいさん、まあイコラブがトークショーみたいなのやると基本こんな感じのゆるゆるだった、ゆるゆるだったんですけど、ちょっと今日はねまあちょっとなんかもう何を言ってるかとか全然分かんなくてもうメンバーが何を言ってんのかちょっとね難しかった今日は。まあハプニングもつきものなんですけどね。デスソース食べてない。なんかね今日は企画でそのゲームで黒ひげ危機一発をやって、でなんか刺すじゃないですか、そしたらなんか飛ぶじゃないですか、でなんかメンバー誰が飛ばすかみたいなのを予想みたいな感じで、なんかボックスに多分名前をね、私って予想した方いましたか？なんか私が飛ばすみたいな予想した方、まあ、推しメンに入れてる方が多分多いと思うけど、そうなんか入れるんですよボックスに、なんか誰が飛ばすと思うみたいな、多分ね。ほうはーい、だってさすがさすがやん。そうそれでなんかで花、キアラ、ノンノ、イオリ、アン、サナってまあ普通にいたんですよね。でその花から刺していったんですよ。そしたらまさかの花飛ばない、キアラ飛ばない、ノンノ飛ばないで、イオリでポンって飛んだんですよ。もう私とサナ役目なくってもう飛んだから一個も剣刺さずに終わったんですよ。マジで2周ぐらいするはずじゃないですか、まあ基本。したらなんかもう1周目のしかも全員回ってないイオリさんが飛ばしてくれてですね、まあそれはそれで良かったんですけど、全然面白くて良かったんですけど、まあもうね飛ばしやがったんですよもうねめっちゃ飛ばして、そう攻めてあんま刺したかったけど、まあもう飛んじゃったもんはしょうがない、もうイオリさんに食べてもらうしかない、そうなんですよそうね、イオリさんがなんかめっちゃ辛いお菓子と辛いデスソース、マジで辛かったらしくて、めっちゃ痛かったらしくて、そうもう何もあんま触らず終わっちゃったんですけど、そうでイオリが飛ばしたので、もうイオリさん食べてくださいって、そうマジで辛かったらしいよ、あれめっちゃ辛いらしいよ。そうでその後に、そうでもさなんか言い過ぎ、なんかそうその後のキアラの話とかもあるんだけどさ、なんかさ全部言い過ぎたらさ、なんか今日来てくださった方へのレア感はがなくなっちゃうかなっていうのもあってさ、そうここからあとはいろいろと秘密にしておこうかなって私的には思ってたんですけどなんかそう今日来てくださった方、せっかくそうなんかどうなんだろう、どっちがいいんだろうっていう難しいなんか全部言い過ぎ、どうなんだろう分かんないけど、そうまあいろいろあったんですよそう
でも私もなんかさ、最後はなんか辛いの食べたかったとかって言って全然食べたくないんですよそう、そうなんですっていう感じで、いろいろ、まあ他にもいろいろあったんですけどっていう感じです。もうあんはでも正直本当に食べたくなかったんですよ。あ、本当にイコラブ1,2を争うくらい辛いものが苦手なので私は無理って思った。本当に飛ばしちゃってたら食べてたけど、なんか本当にネタでとかちょっと食べる気は今日はマジでなくてマジで喋れなくなると思うから。っていう感じです。本当にあのね、甘口だから全部マジで無理なんですよ、辛いの。そう、ま、飛ばしてしまったら私もしょうがないから食べるけど、そうそう、あれマジで辛いらしいですよ。でもあの後ファンの方がそう、なんかビレバンさんに私たちも行ってサイン書いたりなんか写真撮ったりしてて、まあ、ファンの方も結構たくさんいらっしゃったんですけど、結構ねレジに、もうレジでねデスソースがもうね売れちゃってんのよ。売れるの売れるのマジで、みんながねめっちゃねデスソース買ってんのよ。そうだから気をつけてねっていう。そう、食べた、みんな食べた方いますか。デスソースプラスなんかもともと辛いお菓子みたいな、でそのお菓子も結構辛いらしくて、そうだからめちゃみんなこれ買ったよってめっちゃ言ってたから。買った、誰か。うん、デスソースって辛いだけあんねん、食べたことないか分かんない。食べたよって、怖くて買えません、マジで食べれないって。食べたよ、やばすぎ。チロルさん食べたの、やば、美味しかった食べたいって、みんなで味見しましたって。美味しかった、辛かった、うん、マジで辛いでしょ。イオリのリアクションあれはマジでガチで本物やと思う、ほんまに辛いと思う、痛いんだ。やだな、いつか食べさせられそうだな。なんかやっぱこういうさことしてるとさ、罰ゲーム絶対あるわけよ、よくね。それがセンブリ茶とか激辛とか、もうほんとに酸っぱジュースとかビリビリペとかもね、そこら辺の定番なのはねやっぱり受けなければいけないのでね。そう、痛いんだね。ちょっとライブ前とかにはね食べちゃダメですね。痛いんだ、気をつけて、みんなマジ食べ過ぎ注意ですよ。ファイヤー。でもドッキリまだそんなされたことないもん、私たち。私が勝手にショールーム上で仕掛けただけで。そうマジでほんまにあれは気をつけた方がいいですよ、気をつけた方がいい。センブリ茶飲んでみな、普通にマジで苦いから。ヘタレアンナさんでいいから食べないでください。え、でも自分がそう、イオリの立場だったら食べるよ、さすがに。私は多分食べると思う、本当に嫌だけど、さすがに食べるかな。そういうキャラじゃないもん、なんかそういうのが許されるキャラと許されないキャラってあるじゃないですか。私は多分そんな許されない人だと思うので自分でさすがに食べると思う、イオリの立場でも。でもマジで多分涙出てくるぐらい、いや涙出て好きそうだけど、自らは食べないけど、そうなったらやっぱゲームで負けたら食べますね。いや山本は多分スタッフさん止めないでしょうね止められないと思います。あ、でもなんかアンが最後 MC でなんか食べたかったなってわざと言ったんですよ。そしたらなんかそう、なんかスタッフさんがえガチって思ったらしくって、フリで本当に食べようとしてるのかと思ったって言われて、え全然食べたいって思ってませんって言って、そうでも多分リーダーマジで無理だよみたいな言われた、食べませんって感じだった食べませんって感じだった。そうだ
から本当にね、まあ、購入された方は、まあ、楽しむことはいいことだけど、まあね、食べたい方は全然いいけど、本当にあの調子に乗って大量にかけたらマジでやばいらしいんで、本当にやめた方がいい本当にやめた方がいいから気をつけてね。っていう感じです。そうね、約1名関係ないのになんかパクって食べてた、で辛いって言ってた。いやマルゲンさん、デスソースはね絶対マジ辛いよ、やばいと。サナツンほんと自由行動するけどな、あの人マジで。なんかこう MC の台本も取ってくて急に読み始めたりしかもなんか普通に目で見てたり、なんかファイル眺め出したり、マジで、そうマジでね、サナワールドに入っていくけんね自由だったなってね。そう、もうみんな自由行動するんだよ本当にもう自由人ばっかだからさ、ちょっとイコラブ。そう、メガネできちゃうし、そう、下え、それで出んのって言われて、はいって言って、ああそうみたいなそう、今日のサナツン自由すぎそう、それがサナのいいとこなんですけどね。はい、自由人でした。違う、でもサナはなんかそうやってイオリンにデスソースをかけてくれたり、そうやっぱサナは上手いから、そういうのがいてくれて助かります。そうだから、メンバーがどこまで暴走しても私がしっかりなんかまとめられればいいんですけど、多分私にまだその力がないから、そうまとまってないように多分見えちゃうから、そうメンバーが自由にもっとできるようにしなきゃいけないんだなっていうのはあるけど、そうアンナが自由人って言われた。アンナショールームではマジで自由人だと思うわ、自分でもわかる。ミーニャのあれしたキャップ明日発売なの？あん、かぶってたことない、なんか見たことはあるけど全然持ってないです。私たちは手羽先ね食べたい。そうなんです、明日名古屋だから朝早いから、そうそうなの。しかも聞いてツインテールしてるから頭痛いの今、これのせいなんだ、ピヨヨンのせいなんだ。取ろっかなって思うけどぐっちゃぐちゃになるからやめた。何病気だろう、わかんないけど、わかんないけどきっと早いけさ。そうワイドなショー、みんな何時からなん、じったんさっき調べたら10時からって書いてあって、そうじゃけんアンダーの多分小悪がほんとそんぐらいだけん、ちょうどね、ちょうど握手会中、一部の握手会中ぐらいなんですよね。だけんうちらのイコラボお得意の実況ツイートができないんですよ、あらまあ大変そうさっき何時からなんだろうって調べたら10時って書いてあって、めっちゃかぶってるやんって思って、そうだけんまあ、実況ツイートは、まあ、私たちちょっとできないのでファンの方にお任せしますね。うちらはすごい得意なんですけどね、私 CM かーいとかってねすごいやるの、来たーみたいな、すごい急にねタイムラインがうるさくなる得意技だったんですけど、うちらの残念ながらちょっと。そうだから、でもなんか前回何の時だっけ、あの時しゃべくりセブンのになあたんが出演させていただいた時のやつの時、なんか斎藤なぎさよりでもなあたんの方が結構ねぐいぐい来てたのよ、ハッシュタグで。んでもなんかあの時は多分なあたんみたいな感じで取り上げられてた、僕は多分名前が結構なあたんだったからかなっていうのもあって、今回どうかわからないんですけど、そうハッシュタグ斎藤なぎさ
じゃなくてハッシュタグなあたんもつけた方がいいと思うって思った。そう、まあハッシュタグイコラブ、ハッシュタグ斉藤なぎさ、ハッシュタグなあたんみたいな、まあその3つがあればどれか引っかかるのかなって思います。はい、そう、しかも斉藤なぎさって山本アンナぐらいだったら簡単なんですけど、斉藤なぎさって斉藤の才が結構いっぱいあるから、なかなかねこう初めて見た方が見つけづらいんですよ。そうだから多分なーたんであれした方がいいのかなってやっぱ思いました。そうさっきツイートした後に、そういえばしゃべくりの時なんかなーたんの方が言ってたよなって思って、そうやけんね、みんなねなーたんでねあれした方がいいかもっていう話、そうそう言おうと思ってたんだ。さっきツイートはね、あの斉藤なぎさでしちゃったんだけど、そう、そう、ほんとサイトはマジでいっぱいあるからね、難しいサイト、簡単なサイトもあるしね、ハッシュタグイコラブも入れた方がいいかな多分。キアラのサイトが一番多分多いのかな、画数どうなんだろう、わかんないけど、2周年いけない悲しいって、2周年ね、なんかすごい一般も結構早く完売したみたいでありがとうございます。そう今日その話も少しねしたんですけど、そうそうなんですよ、そうでも外れたって方が結構いらっしゃったので、でもなんか複雑なんですけど、でもそれだけたくさんの方が来たいと思ってくださったっていうのはすごく嬉しいですし、そうだからね、また大きい会場でできるように私たちも頑張りたいなって思うんですけど、何千だろう、中野サンプラザって2000ちょっととかかな多分。そう日比谷も申し込み、あん日比谷ってもう申し込みしてますもんね、そうだこの前の定期の日からか、そうなんか結構申し込んでくださってるみたいでありがとうございます。2200、そっか、そうだね、武道館とかあもう立ちたいなってやっぱ思うからね、3周年4周年といつか武道館に立てるようにあんも頑張りたい。そうまあ、2周年ってなると初期の頃から応援してくださってる方、最近好きになってくださった方って多分いらっしゃると思うけど、そのイコラブのやっぱ周年のイベントってさ歴史を感じてもらいたいし、そうそれはまあでも子さんの方新規の方とか関係なく、うん、なんかそういうイコラブのこの2年間を感じてもらえるようなイベントになればいいなって思うし、まあ、日比谷の方はノイミーちゃんと合同のコンサートなので、そうね、まあ特にまあでもノイミーちゃんがね本当にまあ TIFF には出るっていうのはねあれですけど、まだ全然ステージ数ってなると本当にあの日比谷、うん、TIFF から日比谷までもあのイベントがあるとかないとかちょっと私は知らないんですけど、もしなかったら2回目そのステージが2回目になるから、まあみんなすごく楽しみにしてると思うんですけどね、うん、今頑張ってみんな練習してるし、そうだからこそでもイコラブも負けないようにファンの方との団結力はまだまだイコラブの方がもちろん上だと思うので、しっかりね先輩らしさを見せられるような日比谷にしたいなっては思います。そうね、その後もいっぱいイベントはまあやっぱ8月はねめっちゃあるし、定期もね7月あるし、そうサマステとかもあるし、だからファンの方の声をたくさん聞かせてほしいなって思います。
蒸し暑いかな日比谷、どうだろうね、わかんないけど、やお、8月はね、やっぱ夏、アイドルの夏はね、やっぱイベントが多いですからね。組体操して怪我しないでくださいね。ショールームの時ライト何にも使ってないですよ、マジで。普通に上の電気しか使ってないです。よく聞かれるけど、この電気が明るいのかな、明るく見える、ザ夏ってね、夏。あと何の話今日しようと思ったんだっけな、何の話しようと思ったんだっけ。あ、そうだ、なんか今日事務所に寄ったんですけど、そのね、プレゼントをあの皆さんが送ってくださったやつを受け取ったんですけど、そうメモしてない。でもなんかどうし、なんか見せるかをすごい毎回迷ってて、そう月1ぐらいで見せようかなっていうのもあって、ありがとうっていうのを、やっぱ届いたよっていうのをね、伝えた方がいいのかなっていう。そうショールームで紹介しようかなっても思ったけど、でもなんかどっちがいいんだろうっていう、小悪とかでこっそりじゃないけどありがとうって言った方がいいかなって思ったり、そうずっと迷ってて、そう、すごい嬉しいんですけど、なんか私のことを思って選んでくれてるんだなっていうのを思った、すごい嬉しくて、そうだから、でも全然マジで、そう全然お手紙とかで全然嬉しいので、そうでもまだ本当第1便みたいな感じで届いただけなんですけど、そうだからパンダ縮んだ。だから難しいなと思って、そうなんですよ、どうしようっていう。マンション届いてないよ。だからまあ握手会でありがとうとはもちろん言うんですけど、土地届いてない。手紙だけでいいんじゃない？手紙もね、なんかどんぐらい見せていいのか難しいんだよね。そうだから、まあ普通どうしようっていう、とりあえず今はね、そうだからショールームっていうよりは小悪とかで、まあありがとねっていうのは、届いたよっていうのは伝えられる分だけは伝えていこうかなって思うんですけど、あでもなんか誰、あの名前とかは絶対言えないんですけど、そう、ちなみに漢字ドリルはなかったです、今のところ。今のところなかったです。そうです、手紙すごい長文だけど、めんどい、全然ちゃっちゃらー。まあでも、ずっと紹介してたらキリがなくなっちゃうのかな、どうなんだろうね。大丈夫大丈夫、漢字ドリルは。大丈夫、お手紙待ってるよ。そうだから、そうですね、握手の時に伝えようかなって思ってるっていうのを伝えようと思って、算数ドリルもいらない。大丈夫。大
大丈夫。って感じです。はい、そう、なんか差ができちゃうのが嫌で、そうだから難しいんですよね。ゼロスケのお友達ですか？私です。うん、全然握手会とかだったら話せるんですけどね、ここだともうね、もうね、全世界に発信って感じなんで大きいことを言うと。なので今は少しやめておこうかなと思っております。だからそう、まあそんな感じです。だからもしよければ送ってくださった方で、何々届いたって、届いてるかなって、あれだった方いらっしゃったら、握手会とかで聞いてくださったら、それはもちろん伝えさせていただきますので、ぜひ言ってください。ありがとうございます。そう、個別行きたいって怖く、小沢やしーくん待ってます待ってます。バスで名古屋に行きますってね。そういらっしゃるよね、多分ね、明日のに向けて夜行バスとかで行かれる方、本当にありがとうございます。会場では渡せないんです。そうなんです。コアクがね、もうあと名古屋とあと1回の東京で会っちゃうからね。そうだね、好きをたくさん届けるよ。嬉しい。マジでなんか本当にそういうのがあると、マジで些細なことでも、なんかツイッターのリプとか、なんか長文めんどくさいとかってたまに聞かれるけど、全然って感じなの。そう、なんか全然嬉しいよって思う。なんかそうやって言葉にしないとやっぱ伝わらないじゃないですか。伝わるけど、でも一番伝わるのってやっぱそうやって文字だったり言葉じゃないですか。握手会で言ったり、言ってくれたり、ツイッターのリプとかでそういう思いを教えてくれたり、手紙で思いを教えてくれたり、そう、なんかそういうのがやっぱ一番素直に伝わるから、あ、こんなにこの方のこと思ってくれてるんだって、だからそういうのすごい嬉しいし、だから全然重たいとか全然ないと思うし。そう、手紙はでも結構字が汚いから嫌だから書かないって方結構多いけど、全然なんか読めれば OK だから大丈夫だよって思う。いや本当にチェロルさんもアンズがやっていてくれただけで私はすごい安心するし嬉しいです。暇だと思ってないから振り仮名はいるかもしれない、ちょっとわからんやつには。古文か、時間あるときにうん、全然ね、パソコンでね打って送ってくださる方もいらっしゃいますよ。全然いる、全然いる。むしろロシア語かけるの、英語とかフランス語とかみんな言ってるけど全部ひらがなじゃなくていいよ小学4年生ぐらいまでは多分読めると思う。5、6も読めると思うけどね、多分小学生の漢字多分読める。うん、いや広島弁とか気にしんくていいよ
大江さん仕事頑張って石に掘ってもいいですか？何を？私にその石をくれるの？どういうこと？あ、石がファンレターってこと？いいよ、じゃでも海外からのファンの方で手紙送ってくださった方とかいらっしゃって、今までで、ですごい頑張って一生懸命日本語を書いてくださったんだなって思って、しかももうね、なんだろう、その切手とかを見るとわかるのね、あーこれ海外からなんだなとかって、すごいやっぱ嬉しいし、なかなかさ海外にさ手紙を送るってあんまりないじゃないですか。でやっぱりそういうの嬉しいなって思うし、いつか会いに行けたらいいなっても思ったし、そう。でも握手会とかもそう、日本語とか勉強してくださって来てくださる方とかもいらっしゃるから、すごい嬉しいなって思います。解読してみてって、マジで長い文章じゃなくても全然いいですよ、全然いいですよ。そう、なんか嬉しいですね、やっぱりね。愛届いてるよ、かすにゃん。薄ピンクが似合うよって、本当ですか？そんなキャラじゃないよ、でも海外から手紙出そうかな。いいよ、切手代の方がかかるっしょ。2年悩んでるの、大江さん。来てほしい。大江さんですって言ってほしい。ポンポン断ります。ほんと、私の黒歴史をポンポンは作ったんだからね。反省してください、しっかりと。メンバー同士でファンレター見せ合わないですね、全然。あ、でもあのね、めっちゃ達筆で、絶対自分かもって思った方いるかもしれんけど、それ送ってくださった方いて、みんなが「すごい！」ってめっちゃ、みんなが「すごい！」ってめっちゃ言ってて、 そういうのあったけど、でも基本はメンバーは持ち帰って家で読むか、まあレッスン上で読んでるメンバーとかもいるけど、メンバー同士でそんな話さないかな、そこは。幕張イベント、くまさんありがとう。マハロさん、白歴史レッスン上で、もらった後レッスンだったら、レッスン上で読んだりたまにするけど、私は読まないですね。私は家帰って読みたい派なんで、あんまりレッスン上では開かないかな。一人でなんか夜とかに読みたくなるから。あんは基本は家で読みます。でもマジでなんか読んで涙出てくる時とかあった。あった。なんかそういう時期ってあるじゃないですかそう、全然ありますよ。手紙って読んでて、手紙ってなんか特に思い伝わるくない？だけなんかそう、字とか気にしない、マジで読めればいいよ今日は幕張のイベントだった。そういう時期狙うか全然狙わんくてええよ。ファンレター読むときはね、何枚ずつぐらいだろう、何枚だろうね、なんかちょっとたまったら持って帰ってる、まあてか行ったら持って帰るみたいな感じだけど、もらったら
泣かせる手紙書きたいなって全然シャーペンでもいいよ。到着時期が読めん。うん、確かに到着時期は本当にいろいろかもしれないんだよな。読み終わったやつはここボックスに入っている。何日かかるかな。うーん、何日だろう、本当にわからないんだよね。私も皆さんからの受け取るけど、それが何日に届いているものっていうのがわかんないから、何日で届くよっていうのはちょっと正直わからないです。みかん汁か、そっか、できればペンがいいなダイソーのボックス、そうですね、多分ダイソーですね。あ、書いた日にちとか送った日にち書いてくれてたら、まあ確かにわかるかも。確かにその時にこう思ってたよっていうの、確かに。そう、10日ほどで届いたって方もいれば、多分20日ぐらいかかってるって方もいるかもしれない。わからない。中身は点検されますね全部相手渡されますね。え、でも全然なんかその時の気持ち書いてくれたら全然大丈夫。ああこの時こう思ってくれてたんだなって、全然別にそういうの気にせず書いてくれて大丈夫。あ、でも書いた日付を書いてある方と別に書いてない方とかいらっしゃる。うん、かな。ぜひジェレミーさん一回読まれるの恥ずかしいねって。うん、確かにそれはわかる。でもスタッフさんもさ、この方がこう書いてるなんてわかんない。別にスタッフさんからさしたらさ、誰がこうやって手紙を書いてるかなんてわかんないじゃんか。だからさ全然大丈夫だよ。見知らぬ人が勝手に読んでるって思えば大丈夫。知らない人が読んでるだけだから。うん、全然ね、本名とか住所多分なくても届きますよ。うん、全然私たちへの名前だけで届くと思う。私たち宛ての、あの住所と名前だけ届きますね。うん、マネージャーさんが読んでるのかな。マネージャーさんじゃないかも、わかんない。マネージャーさんが読んでる時もあるし、違う方が読んでるかって時もあると思う。そうだよ、スタッフさんにも思い届くんだよ。うん、だからちゃんといいこと書いといてキアラちゃんに送っていいって、送ってあげて送って。返事は出せないからショールームで今は紹介してるけど、お父さんには届くかは分かりませんね。分かりません、それは。でもアンにしか見られないって思っていいよ、全然。そう思って送ってください。待っております。お父さんは女性じゃないですねフ待ってるよ、おないためさんお父さんにファンレター送りたい場合ですか。それはちょっとわかりません変なこと書くと届かない。その通り、その通り書く人いるのかな。でもそういうのはにかんでたそうなんコンティヌちゃん、コンティヌちゃん今日のツインはどう。あんふふ、真面目に書きますってエリク、待ってます。
面白いファンレターですか。面白い、あ、変わたまになんか、まあ普通、まあ基本は普通に感動させてきたり、なんだろうな、自分の近況を報告してきてくださる方とかもいらっしゃいますし、全然いろいろですね。急にバーベキューしようねそう、マヨラボひとみさんですよ。次はタッカマー2が来ます。はい、2クール目一発目ですよ。オンアイスです。お、明日ピョンスさんでショールームのこと話す。何話す。アンアイス最強やん。さすが、なんじゃこのポーズさすが、帽子の3人。あ、そうそうそう、イコラジミリーニャハナサナだったかな。そうよ、マヨラボみんなメール送ってね。マミタスちゃん明日を待ってます。明日の紅白忙しいの。忙しいの。明日は1個しかないからね。ゴラジ出てなくない。そうだっけ、わかんないんだよね、なんか自分があれって、なんか自分がどんぐらい何に出てないなんか何月に前回出たとかちょっと覚えていないわからない。明日の私服は結婚前から決めてたの。もう変わりきんよって思ってたから。そう、日記最近書いてないんだよねそっか、明日がグッズね、ぜひゲットしてください。あ、まあグッズ作るとしたら鏡とか作りたいんですよね。とか、なんかその前も話したけど、ファンの方カメ子さん用のなんかカメラにつけられるものだったり、そういうこととかしたいうん、明日は何、うちわとかあるんだっけ。うちわかな。まあいろいろと山本はちょっとね、なんか騒動を起こしたけど、そんな騒動じゃないけど色問題とか言われるあれをね、ちょっとまあ巻き起こしましたけれども、はい、まあこん、まあ気にせず行きたいと思いますはい、まあ全然別にね、はい、まあ青が嫌だとかそういうのじゃないので、全然、まあ見つけやすいかなっていうね。青ってやっぱ色が濃いからさ、ファンの方が持ってくださってたらポジティブうん、だからまあ全然今回は青ということで、フィフスは。うん、まあ気にせずって感じです。まあもしよかったらゲットしてみてください。初の個別行くよ、でやすさん待ってます。ロリ系望むだって、望むって読むのかな、ちょっと分かんないけど。さあ明日は何系でしょうか。かっこいい系かな、かわいい系かな、それとも何かするのかな。さあどうでしょう。待ってるよエリ君、イエローシャツでLED ですか。 LED なのかな、これなんか丸いやつ、丸い大きいなんかパカッて外せるやつだと思う。なんかよくあるやつ。そんな気になる、見せようか反射して見えないか。
なんかさ、みんな的にはさ、コスプレと私服どっちが好きですか？これ聞いたっけ前？聞いてないっけ？なんかどっちが好きですか？なんかコスプレでもさ、基本さ多分握手会他のグループさんとかも私服が多いと思うんですけど、結構イコラブはコスプレするんですけど、だから私も2回ある時は結構一日でやってたりするんですけど、なんかマネージャーさんはなんか、でも私服見たいけどねって言ってて、まあ制服もねたまにあるからあれなんですけど、意外になんか私服って方が多いのかなっていう、どうなんだろう、投票してみる。じゃあ1が私服で2がコスプレね。いくよ、よーいスタート。1が私服で2がコスプレ、1が私服で2がコスプレ、1が私服で2がコスプレ、1がコスプレ、間違えた、1が私服で2がコスプレ、1が私服で2がコスプレ、1が私服で2がコスプレ、5、4、3、2、1、ビビー。あー、言うて変わらんけど、6割、約6割が私服、6割私服か、なんか半々、もうちょっとコスプレの方が上ぐらいかと思ってたから、あんま変わんないけど、まあでもそっか、私服の方がいいのかな、まあだから難しいけどね。そうなんですよね、多分ね7月のねラストは絶対ね浴衣とか多いと思うからね。いや今日とかのねイベントとかをね私服でまたやっちゃうとね、ま、あのねそこでも新しい私服をあれしなきゃいけないからもう大変なのよそうなんか、そう基本握手会とかさ、なんかそういう撮影とかはさ全部さ一回着た最初にその撮影とか握手で着てから私服に回すから、そうなのよそうなのよ、そうなのよ奥さん。そうなのよ、なんかねコスプレの方がコスパがいいっちゃいいんですよガチな話すると。でもなんか私服の方が後から着れるじゃないですか。コスプレを買って着れるのって結局1回じゃないですか、コアークで。わかります奥さん。そうなんですよ。でもやっぱりコスプレもしたいなっていうのもねやっぱお姉さんありますし、だから結果、まあ、いろんなこと考えてもそう、あの別に私服もコスプレもだからまあほんと半々かなっていう、どっちも良さがやっぱ半々かなっていう状況でございまする。わかりますわよ。あらそう、あなたもわかるそうなのよ。わかります奥さんだってですわよね。そうでも今やっぱアンケートで私服とまあねこうやってコスプレアンケート取ってみて、まあでもそうねいい感じに、まあ、私服のがちょっと多いぐらいで、でもまあやっぱ皆さんもねどっちもという結果だったので、私はまあこの私服とコスプレの割合というのはまあこんな感じでいこうかなと思っておりますわよ耳と尻尾だけつけてほしいざますか、コンティヌちゃん、コンティヌ様奥様ならコスプレで、コスプレ奥様ならコスプレで街歩きますわよ。おお、そうですか、あらお恥ずかしい、コスプレか、原宿ぐらいなら歩いてもいいかしら。おおほほ、ツインが好きだわね奥さんたら、ほんとどんな服も可愛い。あらせいちゃん、そんなことたまには言ってくれるんですね
みやちゃんそれな。上が産地でしたぐしゅく。奥様モードですから今。ツインテールと猫耳、結構頭の上に何か乗せるって恥ずかしいんですわよ。あ、そうよ、あなた原宿にみんな写真見に行ってちょうだい。うちのね、佐竹のんのちゃんと大葉花ちゃんのね、写真をね、掲載してあんのよ。展示されてるの。見に行った方いらっしゃる？なんかね、TIFFのやつなんだけど、投票できるらしいのよ。そう、そうだからね、ぜひぜひ、みんな行ってちょうだいね。あ、でもね、今日はね、朝ね、たまたまなんか絶対にこれ奥様方だなっていう方々見つけたの。そうね、その時誰がいたの、のんのといおりも一緒にいたんだけど、3人で、そうなんかもう絶対に小学校とかから帰ったんだろうなみたいな、めっちゃ奥様方なみたいな感じで、本当になんか会話が子供の話みたいな感じだったのよ。それけなんかうちらもじゃあちょっと奥様になりきろうっつって、ね、うちの〇〇がねとかっていう話をねしてた。勝手にストーリー作って、そう、うちの〇〇がね、もうほんと最近反抗期なの、うちもうちもとかって言って、なんか今日遊びよった。でしかもなんか今日車の中でアンとサナが隣だったんだけど、その移動中になんか私はオーストラリアデビルのね、あのやつをね二人でずっと熱唱しよった、舞台の曲をずっと熱唱しよった。楽しかった、なりきった。急に24ガールズで世界進出してほしい。ガールズ懐かしいよね、舞台ね、本当にね。そうなのよ、懐かしいのよ。もうでもセリフとかちょっと忘れちゃったよな。でも楽しかったな。早いからそうそう寝るねって、あんも寝なきゃなんで、今何時？10時だって。明日行くから花のんのの写真と分かるかな、分かるんでしたっけあれって、分かんないのかな、どっちだっけ、どういう仕組みなのかちょっと私も分からない。奥様コントはねもう終わり、名前書いてないんだ。そっか、じゃあ言っちゃいけないんだ。みんななら感じ取れるっしょ。みんななら感じ、じゃけガチ投票ってことやない？そういうなんかやっぱこの写真がいいけど好きなメンバーに投票するっていうのにやっぱなっちゃうからみたいな。そう、花と大葉花とのんのを大葉花と佐竹のんのを感じ取って、誰でも感じ取れるのが1枚あったらしいよ。だってそう、考えるな、感じろ。らしいです。あ、もう行きたいな、それ。そしたら投票してね、私も。でも一人一票でしょ多分、だからメンバーといってお互いが投票したいね。花ちゃんは誰でも分かるらしいよ、のんのは多分あれって。じゃあみんな投票してください。
そろそろ終わる。明日めっちゃ早起きやもん絶対。分からんけど早くねこのハーフツインテール撮りたいの。寝るわ奥様、もう寝るわ奥様たち、もう寝なさい。どうしよう明日寝坊したらやばいやばい。13位ジッスンさん、急に終わる。12位トモさん、11位マハロさん、10位イトコンさん、9位柏餅さん、8位デルファイさん、7位ニゴさん、6位マサくん、5位ユカリン、4位アーちゃん、3位宮城のタカさん、2位ポークたまごさん、1位サシナユイさんです。ありがとうございます。1時間だったと思う多分。うん立ってるね。うん終わる。ランダム1人目 S さん、 S さんさん。2人目クリボーさん、クリボーさん。ラスト3人目トレーサーさんです。ありがとうございます。今日じゃんけんいっぱいしたけど最後やります。景品なし。いきます、せーの、じゃんけんじゃんけんじゃんけんチョキチョキです。はい、では奥様みんなおやすみ。明日は怖くよろしくお願いいたします。バイバーイバイバーイ、さよなら、おやすみ。